特定秘密保護法がなぜ危ういのか、まあ、今話題ですけどね。そうですね、はい、私、まあ、かつて記者20年以上やってましたんで、まあ、取材する側からどういう感じになるのかということをちょっと皆さんにも説明しておいた方がいいと思うんですね、はい。でまあまあ、政府の方は、まあ、自分のやってることになるべく世論をこう誘導したいという欲望がいつもあるわけですけども、はい、それに対して、まあ、取材する側は実際何が行われているのかということをやっぱり自由に取材してですね、うん、世の中に知らしめると、まあ、テレビ読んだりテレビ見たり新聞読んで皆さん大体こうなってるってことは分かるわけですから、そこが正確に行われないとこう本当のこととイメージとがずれてくるわけですね。で今回はその今の世論の動向を見ながらですね、法案を出すにはいいと思って出してきてると思いますけれども、まあ、防衛外交スパイ活動テロ活動の情報を政府部内、それから外国の間で情報共有しなきゃいけないと、はい。でまあ、日本の今の環境を考えますと中国韓国ロシアと領土問題もある、それから中国が力をつけてきて、はい、結構乱暴なことをしそうだと、でそういう時にですね、まあ、日米同盟をきちっとしてアメリカにちょっと頼らないとやっぱりまずいんじゃないかという気分が、はい、まあ、社会にもあると思うんですね、はい。でアメリカの方からは特別な情報を出す時に、出した先でこの漏れたら困るのできちっとしてくれなきゃ困りますよという、まあ、声があるということも聞いています、はい。で実際国家公務員法とかですね、自衛隊法があるわけ で、はい、でその中で罰則もあるわけですけれども、これを強化するというやり方ではなくて、別に新たにこういうものを作って、まあ、厳格化したいという、はい、まあ、動きになっている、ね。これはアメリカの要求があるんですか。あとアメリカの方からこういう声が上がっているという話もあります。だけど私これは確認してません。自衛隊法じゃ甘いよっていうことなんですかね。それはですから本当なのかどうか分からないですよ ね、 ね、 そうですよね。それで、まあ、この話はですね、まあ、話の流れとしては、今後集団的自衛権を行使したいとなったら、まあ、アメリカとやることになるわけですから、 それからまあそのためには憲法の解釈の変更とか、まあ、改憲とかしなきゃいけないかもしれないとかですね、はい、まあ、そういう話ともこう先行きですね、結びついているまあ前段の話じゃないかと言われているわけですね、はい。で取材っていうのはですね、実は非常に難しいところがありまして、何かをこう調べたくてもですね、強制力何もないわけですよね、はい。ですから取材先の方が協力していただいてですね、証言してくれたり説明してくれると、それから資料なんかについてもですね、当たり前の資料じゃないけれどもこういうことがあるんですよってものを、はい、まあ、提供していただくと、はい、それで、まあ、記事が事実を確認して やれるわけですね、ですから無理やりということはできませんので、あくまでも協力が必要なんですね、はい。ところが今回この法が多分通るとすると、まあ、普通ですね、取材協力するとリスクもありますので、はい、自分の出世にマイナスになっちゃうかもしれないし、まあ、あまりあえてやる必要はないと、まあ、思うのがまあ普通なんですね、うんうん。それから取材うまく断りたいということもあるわけです。要するに、まあ、こういう立場だったから、それからお役所だからちゃんと説明してくださいという時に、困ったなと、説明しなきゃなんないなという時に、まあ、取材拒否の方便としても使えますね、非常に便利なものとして多分使えると思うんです、そうなると報道の記事がですね、今でもまあよく見ていただくと、役所とか企業が公開した情報をまあ調査して記事にしているというものが、まあかなりの比率多くてですね、独自に調査したというものがの記事の比率は少ないと思うんですけども、はい、ますますちょっとそれが少なくなっちゃう可能性があるんですね、それから私が非常にちょっと心配しているのは、このスパイ活動ということについて、はい、一つの項目に入れて厳しく見ていくんだという姿勢がありますよね、うん、はい。で最近ですね、中国大使館にですね、大物のスパイがいて、でこの人が国外も脱出しているという報道があって、はい、まあ、この人物と接触した日本人がまあ批判的にまあ叩かれたりとかですね、それからまあ中国人がその留学生時代から実は長い時間かけて日本社会に入っているんだぞというような趣旨の記事まで書かれたり、うん、はい、まあ、しているわけですね、そうすると記者はですね、大使館の人には接触して情報交換や情報交流をするわけです、留学生とも接触をすることもあります、はい。そうすると秘密っていうものが何かってことは分からないで、例えばそういうことをしてると、ある時突然ですね、スパイに協力した記者だということで、ちょっと取り調べたいとか言われる可能性があるわけですね、はい。そうすると情報を流した方もですね、方も取り調べも受けることになるし、記者も取り調べを受けることになってですね、
まあ、いわゆるこの人売国奴じゃないかみたいな、はあ、それから、まあ、この新聞社このテレビ局ひどいことしてんだねみたいな、もう多分取り調べを受けただけでもうそういうことになって、はい、信用が著しくですね疑いの目を向けられてですね、読者も急減、うん、もう経営も行き詰まるということになってしまうかもしれないわけですね、うん、そういうことですね。そうするとちょっとこれは慎重にやった方がいいねとかですね、まあ、抑制的に行動した方がいいだろうと、はい、大使館の人は大使館の人で役割として日本の中で情報をいろんな形で取ってるわけです、はい、ですからそういう人と接触するのもまあやめた方がいいかなと。あ、自主規制が働いてくるということもありますね。自主規制が働いてくると思いますね、でまあ、今取材行為は著しく不当と認められない限り正当な業務と言うんですよ、ご安心くださいというふうに言ってるんですけども、その著しく不当なっていうのが何なのかということはですね、はい、はっきりしてなくて、それは要するに取り締まる方が判断するわけですから、はい、そうすると分かんない状態の中で取材するということになるわけですね、でこの法はやっぱり曖昧さというのが一つの肝で、はい、特定秘密というのは何なのかということは、まあ、各省庁が決めるということになってますけども、それが何なのかとかですね、それから公開ということを言ってるけども本当に公開されるのかとか、はい、これが秘密じゃないでしょうという時に第三機関にですね申し立てるような仕組みがないとかですね、いくつもちょっとこうポイントがまずいポイントがありまして、はい、おそらく私はこのままやると記者だけじゃなくて国会議員の人も政府に何か聞くときにですね、うん、いろんな牽制を受けてしまうということになるという感じがするんですね、ちょっとこの話はぜひしときたいと思ったんですが、そうですか、今日、はい、ね、一体何が危ういのかっていうところをね、うん、しっかり踏まえないといけないと思いますが、どん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 行ってしまいそうな ね、 そうですね、雲行きですけどね。